ャーベッツということでね、あのペティを倒した後に、あそこれ消える床なんですけど、一回ここに足を踏み入れちゃうと、ああもういきなりやられんのやって、ここに足を踏み入れると消えるんすよ、消えるんすよ、消えるんすよ。まあ一定時間あのあれすればいいんですけど、さあ原人コースです。こっちはこっちは原人コース、一回間違えたら終わる。原人コース倒れ、ここはいけませんね。いや、いけるかもしんないけど。はい、到達。お疲れ様でした。これはね、これで取りに行ってもいいんだけど、もっと簡単な方法がある。これまずぶっ壊して、これだ、これだ、早くできる、早くできる。さあ、全部取れるか。ほら。あ、くっそ。4個でしたね。結構無駄でしたね。まあ、ああいうところなんで仕方ないです。この地上のステージは本当にひどい。ああ。煉獄殺！いやー気持ちいい。非常に気持ちいい。さてさて、バイバイ。全部揃えられましたね。いやー、あのウォータースライダーでねできなかったのちょっと痛いな。ここも滑るのか。オッケー、そろそろ終わりじゃないかな、これ。あばあば、ギリギリギリ、あばあばあば、よし、ジャイアントスピア。さあ何が書いてあるのかというと、ただの星3つ。行くぜ。ということで地下ステージはクリアしたということです。地下はやだね、ほんと先にやっといて本当によかった。人形手に入れた。まあ地上はね結構ね悲惨なところもあるんだよ。悲惨な残、悲惨なシーンというかね、あんまやりたくなかったんだけど、まあ仕方ない。この偽善者っぷりを見せてやる。こいつ、あ、こいつはね、そう、こいつ、あのね、頭がむき出しだから、もうむき出しの状態でむき出ししちゃえば、むき出すんですよ。ほら、むき出す。こいつ横からだとむき出さないんですよ。あれ、ちょ、当たんなかった。もうとりあえずむき出さないってことにしといてください。あれ、一回破壊しなくて、とりあえずむき出すんだ。あいつはもうほんとむき出しておりました。これから、あれ、あ、これ滑んの。来た、ハッピーレディ。あ、そう、これ甲冑、今なんか見えた、ちょ、見えなかったかな。
何年か今、まあ後で出てくるかいいか。よし。なんかね、甲冑を鎧を着てるなんかムーがいる。ムーってわかる？あいつ、なんか赤いやつ。普通に歩いてるやつ。これね、ショートカットあるんだよ。こうね、こう行くとね、普通に帰れちゃうんだよね。まあ、それはしないんだけど。あのね、それだとここに来た意味がないんで。このハッピーレディでここを稼ぐっていうの。ああ。でもこの贅沢な楽しみ方といえば、ご存知の通りペコペコペコちゃんがこう向こうまで行くっていう贅沢だ。いや本当贅沢。こことかさ、マジ落ちたら死ぬんだよ。こんなちっちゃいとこでもありえんわ。確かに汚染されてるから汚いというのは汚いんだけど、そう、地上に出ちゃうとね、ちょっと悲惨だから、偽善者っぷりをね、よく見といてほしい。なんかね、飛び起きたムーがいたけど、おお、そう、新しい敵、ロケットランチャーファイヤーか。あ、ほら、甲冑着てる、こいつ。こいつは一回、これ、当てて、壊さないと、ダメです。いい落ち取れねえ取れねえ。まあ鎧ムーと、お、危ねえ、バカ野郎、危ねえんだ。ほらもうこことか、あ、もうないわ、もうこういうのないわ。危ねえ、あ、待て、くっそ、バカした。じゃ向こうでちょっとドンパチしてる輩がいるんで、ちょっとここ触りましょう、早めに。ちょ、危ないんで。あ、もうダメダメダメ。あ、もうダメだって、ほら、もう。でかいでかい。うわぁ、もうダメダメ、もうダメ。ほんと。いたたまれない。こいつなんだっけ？さっき名前つけたけど、なんか忘れちゃったよ。あ、むき出しか。むき出しやろう。卵、あ、なかったっけな。これでなんかダイヤが4つあるとか、卵隠れてる可能性があるんですよ。これ結構、怖いぞ。アサルト！よし。これネズミがいるっていう。さあ、また地下に逆戻り。陣次郎。あ、そう、こいつはね、こいつはなんて名前つけようか。こいつはエレクトリックサンダーつって、まあ、とりあえず見ててください。エレクトリックサンダー、まあ、どういうことかっていうと、こいつを使うと普段より高いところに行けるよ。いで、で、こう溜まってるハットザピットを倒すには、まあ、蹴散らすしかないでしょう。ね、ほんと気持ちいい、あれだよ、敵だよ。これね、上にあるものでもこいつでパンパルッパすれば壊せるの。パンパルッパはほんと気持ちいいんで、パンパルッパした方がいいっすよ。ちなみにパンパルッパっていうのは、こいつはあの、捕まえるときにパンパルッパって言うんですよ。ほら。上に出たと思いきや、まだ地下の中。壊せるかな？よし。あぶね。そう、ここでね、間違いやすいのはね、こいつをどこかで使わないっていうことね。なぜかっていうと、ここで使うからで。そろそろ外に出れるかな？日の光が恋しくなってきたよ。出れた。でもなんか妙に高い。
高所恐怖症にとってこれはきつい。あ、きつい。あ、きついきつい。あら、きつい。これ高く飛べるんですよ。このでかい、あの、なんかあるやつ。よし、ここも揃えた。やべえ、怖い怖い怖い。やぶねえな、ほんと。ここ誰だよ、これ作ったの。よほど高いとこが好きなんですよ。どんだけ長い飛行時間を。こんな螺旋階段でもここ危ないっていう。こっち。あ、怖い。はい、大丈夫。ラッパルッパ。次の言葉はダンロップ。ラッパルッパと来てダンロップ。ここはすごいよ。いくよ。ほらミュミュミュってなった。あ、すごいすごい。まあ見てて気持ちいい。あ、落ちる。ヒヤッとした野郎。俺がそんなヘマを犯すと思うか。いや、もうここも悲惨だからあんまこういうとこ行きたくないんだけど。ここのなんで作ったのかもわからない銅像があるじゃないですか。これをちょっとぶっ壊しまくるっていう。もう戦国バサラ状態なんで。ああ、やばい、残ってる。まだ残ってる。まだ残ってる。やばいやばい。まだ大丈夫、まだ大丈夫。やばい。ああ、やられちゃいましたね。こいつはリボルバーキャノンソルジャーって。まあ、あいつ、あの、ミサイルポットの、ちょっと、進化した版。デリヘルポットって言うんですけど。こいつ持ったまま行くとなんかもうほんと絵面がおかしいんですけど、もうちょっと、こう持っといた方がいいっすね。いろんなところを今旅していますが。コテヤ、コテヤ、ちょ、コテやりたい。やばい、線路に出てしまいました。これは非常にまずいことですね。ヨッホー！イエー！熱い！ちょっとバカな落ちたんで、もちろんもう一回行きます。ちょっとほんとバカな落としちゃったんで反省してます。ちょっと時間がやばいからね。ちょっと待ってね。ごまはちょっとおかしい状態になるんですけど、ちょっと一回ここで切ろうかな。